MRSA の操作型電子、顕微鏡写真アルベカシンは、アミノグリコシド系抗生物質の一つである。硫酸塩が、明治製菓より、ハベカシンという商品名で、上司されているほか、後発品がある。アルベカシンに、肝性のメチシリン体性黄色ブド同級菌による、肺血症、肺炎細菌のタンパク質合成を阻害することにより、抗菌作用を示し、その作用は、 殺菌的である。緑脳菌を含むグラム陽性菌及びグラム陰性菌に対して広い抗菌スペクトラムを有する。特にアミノグリコシド不活性化酵素に高い安定性を示し MRSA に対する抗菌力が認められている。梅沢浜浦ラは金シ身体性菌の耐性機構の研究から金シ身体性菌に有効なジベカシンを ベカナマイシンを原料として合成し、さらにジベカシン体性菌にも有効なアルベカシンをジベカシンから1973年に合成した。アルベカシンは日本で1990年9月に MRSA 感染症の肺血症、肺炎を適応症として成人用に承認され、1998年12月に小児への適応が追加承認された。 他のアミノグリコシド系抗生物質と同様に内耳神経、腎臓に対する毒性を持ち腎障害、聴力障害等の副作用が生じる恐れがある。副作用の発言は最低血中濃度と相関性があることが知られており、副作用発言防止のため薬物血中濃度モニタリングを必要とする。ありがとうございます。